帯、帯、タイトもとは、着物の上から腰の上に巻いて結ぶことで着物を体に固定させる、幅広で紐状の送信具、道具を装用する機能も持つ。帯の始まりはおそらく衣類自体より古く、初発的形態としては裸体に腰紐のみを巻き、そこに狩猟で用いる道具を刺していたことに始まる。これは、いわゆる未開社会で見られる。前開きの上着に対して、 帯は、原理的には必須ではなく、ガウンなどのように、脇の部分に結ぶための紐を備えることで、開かないようにできる。道具、ことに、武器を装用するための機能としては、例えば、日本刀において、内刀は腰に刺す形で携行されていた例などが、挙げられる。もとより、日本語では、帯るというように、それは、体の最も近いところに置くことである。 また、漢語においても同様で、携帯するという語にはすでに、帯という字が含まれている。服飾詞においては、帯は、帯る、止めるよりも、飾る機能の発揮によって様々なものが現れてきた。上半身と下半身を分かつ一本のラインとなり、トータルコーディネートの上での重要なアクセントである。ことに、和服の帯のように幅広のものは、衣装を凝らす余地が存分にあることから、 様々な模様が与えられ、実際的な機能を離れ干賞用になることもある。広くは、帯は結び目を作ることで固定するが、帯張り、太鼓と呼ばれる金具によって固定するものも、ヨーロッパでは新石器時代の終わり頃からすでに見られる。いわゆるベルトである。これは、ヨーロッパ特有のものではなく、例えば始皇帝領の平和用軍が、その兵士たち一人一人が異なる形状の帯張りを身に、 つけていることでも知られているように、アジアなどにも存在した。これは日本においても律令制の時代の遺物には残っている。和服の帯は、江戸時代初期までは幅10センチメートル程度の細いものであった。紐が使われることもあった。平和な時代が長期にわたり、またカビを競う風潮と相まって、女性の帯は時代が下がるごとに長大化が進む。 現代の着物の着付けでは、ほとんどの場合あらかじめ腰部分を紐や後輪ベルトで縛って固定した上から帯を巻くため、帯の目的はもっぱら装飾である。和装の帯の種類には、次のようなものがある。体を取り締めるものである帯は、生命に関わる呪術的な力をも有すると考えられ、妊婦のために特別のものが用意されるなどしたほか、 様々な伝承において力帯やそれに類する送信具が広く見られる。北欧神話におけるトールの神話もその一つに挙げられる。適切に巻かれた帯は身体能力を発揮する一助となり、ウェイトリフティングなどのパワー系競技において腰椎の保護などの機能も合わせ、専用のベルトを装着する選手も多い。このことは古くより体験的に知られており、神秘的な力として、 その強力なものが交渉の中に現れてくるのであろう。日本では帯始めという通貨儀礼もあった。これは着物の付け紐を取り、幼児が初めて帯を結ぶ儀式である。元は室町時代に貴族の間で始まったと考えられる。地方によっては両親が取り行わず、帯親と呼ばれる人物に託す。これは名付け親などと同様の仮親の一種と分類される。 帯、帯、帯という日本語は、多種多様な派生語と、天言語を持つ。束ねなければ、まとまりのつかないものを、帯状に巻いて封印する。帯風、ウレツの画像を参照や、外装する形で、本、レコード CD などに巻かれる。帯、ウレツの画像を参。特定の長さを持つ一本の帯状のグラフの上に、数値データを表して、割合を示す。帯グラフ、ウレツの画像を参照。 ウェブデザインにおける見出し帯などは衣服の帯の直輸である。また、物理的形状から普遍して、時間帯、時刻帯、深夜帯、帯域、価格帯など、幅を持った、事物、概念にも転用される。テレビやラジオ等の放送において安定した放送枠内で高い継続性を持つ番組を指して使われる帯番組。それがドラマであった場合の帯ドラマ。 テレビ、ラジオ等のゴールデンタイム、プライムタイムを帯になぞらえた G、G 体、G 体などといった語も挙げることができる。日本語の、一体は、多義語であるが、中国語由来の、一体は、帯を意味し、これを川や海と関連づけた、一体水は、一本の帯のように幅の狭い一筋の、川やを意味するとともに、そのように何かで分断されていながら隣り合っていて、 関係の深いことをも意味する四字熟語である。語構成は、一位体から、水で、一本の帯と、川や、水域を意味する、水との合成語。出典は、南四鎮語主記など、中国語以外の外国語を音社もしくは簡約した、要素のある、日本語としては、読み、体スペクトル、別名、ベルトスペクトルと、電子体スペクトル、読み、吸収体、別名、 九州バンド、メビウスの帯、読み、メビウスの帯、別名、メビウスのは、左列の画像を参照、ビーナスの帯、読み、ビーナスの帯、別名、ビーナスベルト、カイパー体、読み、カイパー体、別名、カイパーベルト、帯状方針などがある。5おさむき